上野動物園のジャイアントパンダシャンシャンの中国への返還期限がさらに半年延長されました。シャンシャンの返還は当初2019年6月の予定でしたが来月末まで延長されていました。しかしコロナの影響で日中双方の飼育の専門家の渡航ができないためさらに今年の12月31日まで延長され延期は4回目となります。来月にはシャンシャンが5歳双子のシャオシャオとレイレイが1歳の誕生日を迎えることから上野動物園は誕生日イベントを予定しています。